6は、ルノーが製造販売していた自動車である。ルノー6はルノー4をベースに4の上級版として開発され、1968年のパリモーターショーで発表された。ルノー4と同一のエンジン、プラットフォームを利用していたが、ルノー4よりも大型化された。デザインはルノー4よりも現代的にされ、ルノー16に類似していた。1970年のモデルまでは、 一回り小さなルノー4の 845cc エンジンを積んでいたためパワー不足によりメディアに批判された。その後、1970年のパリモーターショーではルノー8に用いられていた1.1エルクレオンエンジンを搭載したモデルが発表された。そのモデルには新型のトランスミッションや冷却システム、フロントディスクブレーキが採用された。さらに同年、 スペイン市場においては自動車税課税非対象の 956cc エンジンを搭載したモデルを発売した。1974年にはヘッドランプ形状を丸型から角型に変更し、また新型のテールランプやブラックプラスチックグリル、新型バンパーを採用した。フランスを含む欧州での生産は1980年に終了したが、コロンビアでは ルノー級の生産が開始された1984年、スペインとアルゼンチンでは1986年まで、それぞれ生産された。ありがとうございます。